内なるよしのいきな夜電波あいつも面白い話聞かせていただいているんでっていう、えー、形がですね今週3回ありましてそれを累計するとですね450円だったんですねえー、バカバカこれ東南アジアで,でしたら450円一食分ですからね優にねこれね、えー、日本でもワンコインねえー、ですから、えー、だいぶ働いたなという時間がいて手当ていただきましたという感じです、えー、CM です ジャパンはスウェーデンを本拠地にライフスタイルヘッドホンの開発製造販売を手掛けている会社ですヘッドホンを音楽を聴く道具からファッションアクセサリーへと進化させたそれがライフスタイルヘッドホンザウンド・インダストリー・ジャパンはこれからも新たなカルチャーを生み出していきます はいどうも、菊池成りのいきない夜電波、ジャズミュージシャンの菊池成りがお送りしております。えー、今週は再び開店、えー、ジャズバー聞くということでですね、えー、シーズン2でジャズバーとソウルバーがあったんですけども、えー、まあ、どちらもあの、おかげさまでご好評いただいていたんですけれども、ソウルバーはちょっとね、この夕方のまだ日が高いうちからソウルバーもねえだろうということで、半年ほど休業することにしまして、えー、ジャズバーだけね、行くという感じですね。まあ、今日もしあの、 全部番組が終わっていい気分だったら、基本的に知らんぷりして来週から番組全体がジャズバー聞くになる可能性をね、えー、含ませながら今進んでますけどね。はい、メッセージの宛先、e メールの方は、電波アットマーク tbs.co.jp。電波アットマーク tbs.co.jp。p メールおはがき封書の方は、指一107-8066。tbs ラジオ、菊池成吉の粋な夜電波係までよろしくお願いいたします。えー、この番組、 えー、選曲はすべて私がやっておりますので、あのー、大変申し訳ありませんが、リクエストは頂戴しておりませんし、えー、あと、オンエアでメールが読まれることも、実はほとんどないんですけれども、かなりメールをいただく方ではないかと思われる番組でですね、す <laughs> べて、目を通させていただいておりますので、えー、どんどんお送りください。えー、というわけでですね、まあ、ゴールデンウィーク、まあさっきも言ったように、私全然仕事なかったんで、ゴールデンウィーク、 は、まあ、YouTube ざんまいですね。いきなり、つべの話かよって話なんですけども。あのー <coughs>、最近ね、まあ、この番組を聞いてなんていうありがたいというか、恐れ多いというか、えー、お声も含めまして、あの、最近ジャズが好きになって、それでよく出てくる質問として、何から聞いていいかわからないんで、 <laughs> 入門版並びに名盤を、えー、菊池さんが教えてくださいみたいな話をですね、いろんなとこかこう、いろんな形でね、ある時はメールで、ある時は、えー、路上で、ある時は空中でっていうような感じですね、<laughs> 空中なんだかよくわかりませんけども、あのー、いただいたりするんですけども、まあ、なんか有識者に10枚くらい選んでもらって CD や行くっていう時代じゃないですよ、もう。CD やも弱いですから、あのー、これも圧倒的に YouTube ですね。 YouTube 商用してて大丈夫なのかっていう感じですけど、YouTube だと思いますよ。私、ほ、ほぼ、ずーっと YouTube のジャズチャンネル見て、夜になった飲みに行って、帰ってきたらまた YouTube のジャズ、ジャズチャンネルって、ね、チャンネルなんかないんですけど、YouTube はね、あのー、鉱罪いろいろありますし、その合法性、非合法性とかいろいろ問題もこう、もちろん含まれてるんですけども、少なくても他のことしませんよ、私。変な面白い顔の猫とか全く興味ないんで、あのー、 不思議動物とかですね。あとなんか外人の小さな、小ちっちゃい子がなんか歌ってますみたいな全く興味ない。本当に。見たこともないんですけど。とにかく、履歴全部ジャズで、モダンジャズで埋まってますよね。今、モダンジャズ入門ツールって言ったら、えー、ウオタミに行って、<laughs> あの、ずっと飲んでると、ウオタミはずっと BGM がモダンジャズなので、<laughs> それで勉強できるっていうのと、あと YouTube、この2大ツールが、ウオタミか、あの、パソコンですので、えー、いい時代になったと思うね。 驚学の、あのー、なんて言うんですか。今まで、そうですね、えー、インターネットが生まれる以前の社会、えっ、ー、と、ジャズ社会って言ってもいいと思いますけども、そこでは全く話題にならなかった、あるいは、その、三つ、なんて言ったらいいんですか。光すら当たらなかった、えー、トピックに光が当たってますね、YouTube。例えば、この後ですね、えー、曲としてはですね、まあ、これが来るかなっていう予想されてる方も多い。 ゴールデンウィークの最終日、GW ですよね。えー、なので、えー、エリック・ドルフィーの GW をかけるんじゃないかっていう予想屋さんが、バン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  GW にベットしてる時だと思うんですけど、まあ、その予想は当たりでですね、アウトワードバウンドの方の GW。あ、今日は <coughs>、ジャズバーなんで、 話すネタから何か全部ジャズネタなんで全然わかりませんっていう方は相対してください <laughs>。あの、多分何にもわかんないっていう、とうとう一行もわからなかったって方も出てくると思うんですけどね。え、それ気にせずどんどん喋る回というふうにしたいと思いますが、GW のアウトバーワードバンド版の GW を今から聞くわけですが、まあ、それよりも何よりもですね、えー、まあこれ、数年前、ここ数年では、 っきり YouTube によってはっきりしたことなんですけど、あの、じゃ、これを聞きのジャズマニアの方で、今からする私の話を初めて聞くという方ね、かなり勉強不足だと思いますけどね。えー、何の勉強不足かってうと YouTube の勉強不足だと思うんですけども、あの、すぐチェックしてください。えー、最初にアップされたのがいつかとかね、私、えー、そんなにそこ詳しく見ないんですけど、多分、2、3年だと思うんですよね。エリック・ドロフィーのコブの話です。有名な。 エリック・ドロフィのコブは、えー、ジャズマニアの間ではアドリブ脳が詰まってると言われてて、あの中に別のアドリブするためだけの脳が入ってる。大脳、小脳、えー、アドリブ脳って言った感じでですね、エリック・ドロフィのあのコブの中にあるのは、あの不思議な宇宙的なソロを撮るための脳なのだという説が、まあ、これ有力ですね。ジャズマニアの間だけですよ、そんなバカなこと言うのは。えー、で、これがですね、えー、そこそこは有名です。 youtube でだけ見れる情報です。64年の、えー、ご存じジャズファンの方はご存知の通り、えー、エリック・ドリフィは、えー、1964年の6月29日に、えー、ベルリンで隠ししてますけども、えー、旅行中、えー、学旅中に亡くなってますが、糖尿病ですけれども、六、えー、64年のですね、4月12日のノルウェーのオスロで、えー チャールズ・ミンガスのグループで演奏している映像がまず乗っても、まあ、上がってます。これは素晴らしいです。これのソーロング・エリックだけでもいいのですぐ今聴いて。番組聴くのも中断していいんで YouTube に走ってっていうぐらい、えー、映像も、えー、演奏も素晴らしい。客席がちょっとカメラ、客席舐めますけど、客席も素晴らしいです。客席が素晴らしいっていうのがやっぱり、の知らしめたのがやっぱり YouTube の功績だと思うんですけども。えー、そして、4月、えー、同じような、なんていうんですか、あの子。 関連画像で、同じ64年、同じ4月の4月19日にですね、ベルニーで、あのー、演奏している映像がアップされています。メンバーは、どちらも、あの、メンバーとか、バンドはどちらも同じ、チャーリー・ミンガスのグループで、えー、4月12日のノルウェー・オスローはですね、えー、ジョニー・コレス、これは渋いですね、トランペット、頭、丸が丸がってかツルパゲットかね、えー、もうジャズ界の名脇役、超、 マニアックなトランペッターですけど、ジョニー・コレス。そして、えー、後に、えー、ソウルジャズなんかある、クリフォード・ジョーダン。えー、え、おなじみ、ジャッキー・バヤード。そして、えー、もう、なんつったらいいんですか。まあ、チャールズ・ミンガスグループの殺し屋って言いますかね。ダニー・リッチモンドのドラム。えー、そして、エリック・ドルフィーなんですけども、えー、これがベルギー、4月19日のベルギーになると、ジョニー・コレスが、ああまあ、いや、違う仕事があったんでしょうね。いなくて、えー、ジャッキー・バヤードとおー、エリック・ドルフィーの2本なんですよ。これを見比べていただきたいです。 4月12日と4月19日ですから、1週間ですね。それでですね、まあ、驚愕の事実がありまして、4月19日のベルギー版を見ると、ドルフィーの額のコブがなくなってるんですよね。それで、そのコブのあたりに、こう、まあ、あれは怪我もしくは手術の後だと思うんですけど、こう、コブの位置に、こう、数センチの傷があって、それでコブがすっきりなくなってるんですよ。切ったか、転んで取れちゃったか、 喧嘩したかなと分わかんないんですけども、これはあの、有名なシモスコテッパーマンが書いたドルフィンの電気にも出てませんし、えー、と、私、このことに言及してる、あの、ま、今言った二つの動画に日本語のコメント全くないんで、てか私、コメント欄の読み方も書き方もよくわかんないんで、ただ、開けたらそのコメント欄を読むだけなんですけど、誰か、英語のコメントがバーって、英語、フランス語、ドイツ語のコメントがバー乗っ,ってるんで、誰かがそのこと言及してるだろうと思ってコメント全部食ったんですよ。 でも誰も指摘してませんでした。気になんないのと思って。気になるでしょうって思うんですよ。4月12日から19日って間1週間ですよ。で、12日版には普通にエリックドロフィーコブついてて、19日版にはないんですよ。そして、29日はなくなってるんですよね。あの、すごいエリックドロフィーの不思議として、えー、即誰かが言ってそうなことなんですけども、えー、YouTube のコメント欄には、 何も言及がありませんでした。という,う,う、非常にマニアックな報告から始まってしまいましたが、はい。えー、では、そういうわけで、えー、エリック・ドルフィーの GW、ゴールデンウィークにかけまして、聞いてみましょう。考えてんだって、まあ、アトリブの方で考えてんでしょうけどね。えー、60年、私が生まれる前の演奏です。アウトワード・バウンドっていうタイトルももうめちゃめちゃかっこいいですけどね。えー、エリック・ドルフィーのゴールデンウィークでした。ただ帰っちゃうわけ 僕はさ、今は、たった今初めて君の裸を見たんだぜ。いいよ。いいって。おしゃれだよ、それ。うん。いいかも。裸にヘッドホンだけってのはね。先週、あなたの大嫌いなあいつにも言われたわ。意味は全く逆だったけど。あいつ最初からお願いだからヘッドホンだけは取らないでくれって。大嫌いなあいつって、ま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 さか。菊池君よ。この俺様を、あの頭のおかしいフェチアロードだけは一緒にするんじゃねえ。 何を韓流ドラマの主役みたいな顔しちゃって。あいつ、はぁ、あ、はぁ言いながら、そのヘッドホンが透明だったらいいのにね。そんなのないのかなそういうのってないのかなそれって裸に宝石つけてるのと同じだよね。トキシックのブリトニー・スペアーズみたいに。彼女はセックスの天才先導家だよ、マルカム X 並みのウソムームーだって。なんだろうね、ウソムームーって。きっしょ。あいつと俺は、あいつと俺は、あいつと俺はお、前も同じ女とネタってだけでしょばっかばかしい。 えあのさじゃあさそれで一日中何聞いてんの知りたいあ,あ本当になまさか音楽流してないなんてじゃないよねレンズの入ってないメガネと同じだったのであーとか言っちゃってうんでもででもなんだよこのヘッドホンはキスしている間じゃないと外せないし他人につけられないのうな,なんでそんな急にディズニーみたいなウォルト・ディズニーみたいな展開になな,なる本当に聞きたい 聞き,きたいねあのだからさ純,純粋にね純粋に音をねじゃあはい近づいてきたのは彼女の唇だけではなかった鎖骨も乳房も天粒さえ小さなブドウの入れ墨が入ったむき出しの肩までもが一斉に近づいてくるんだった。 彼は大量の唾を一気に飲み込みすぎ、むせながら言った。ゴホ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 ご、ご、何かなブ、ブラームス、ジェフ・ミルス、デューク・エリントンかなまさか、いきなりの電波のアーカイブとかいうオチじゃゴホゴホないよねケニー・ジーって書いてあって、ケニー・ギャレットとかゴホゴホゴホほ、ジュフ。 彼の必死のセリフは空中に消えていき、彼女の唇はどんどん彼に近づいていくる。そしてとうとう二人は唇を重ねた。そしてそのまま彼女はまるで彼の恋人のような手さばきでゆっくりとヘッドホンを外し、丁寧に彼に装着した。そして今度こそ完全に生まれたままの姿になるや否や、いきなり彼をはねのけるようにベッドから飛びのいて高笑いしだしたのである。頭の中で花火が上がり、耳を塞がれた彼は、スターフルーツ型の耳の穴で高笑いする彼女の全裸を見て、心臓が破裂するようになった。 そして、音が聞こえてくる。果たして彼が聞いた高音質の音楽とは何か彼女の秘密とは、風雲球を告める来週、この時間に続きません。絶対に。菊池成吉のいきな夜電波。ここまでは、音楽とあなたのファッションをつなぐ、ザウンド・インダストリー・ジャパンの提供でお送りしました。 成吉のいきなの夜電波時刻は夜出場もありました。改めましてこんばんは。ジャズミュージシャンの菊池成吉です。菊池成吉の粋な夜電波第55回、コント55回ですね。えー、そんなにありましたか。えー、今週は再び回転ジャズバー聞くということでですね。えー、話のネタもおお、かける曲も全部ジャズという日であります。 この時間からは TBS ラジオをキーステーションにして全国12曲ネットでお送りしております。えー、ネット局の皆様、改めまして、こんばんは。ま、あこれももうすでにこのスタイルで番組をはじめ、シーズン3になってから、<coughs> 何回目ですかええー、4回目とか、5回目かなまだ、まあ、4、4、4、<laughs> 4ぐらいって言ってるのがましたけど、まあ、4ぐらいですね。まだ慣れませんね。途中からいろんな人が集まってくるっていうのはね、改めまして、こんばんはっていうのは。もう一回、あ、5、5ですね、5でさた。 4ぐらい、実は5っていうところがね、サブから来た答えですけれども。えー、そうですね。この、改めました、ごまつってね。もう一回やりましょうか、工場。<laughs> そうそう楽なんですけどね。<laughs> 私が。また工場を聞くっていうね。えー、中工場にしてくれなんていうね、あの、お便りもいただいてますけど。とはいえね、シーズン3このスタイルになってですね、最初の30分がザウンドインダストリージャパンの提供でやってて、まあ、こっから外れるんですけども、 ほぼ最初の30分でやりたいことが終わってるん <laughs> ですよね、これ <laughs>。頭が、なんていうか、え楽しくね。あの、せっかく揃ったんだから楽しく行こうや、的な感じで。え何をやっていいか。何聞きましょうかね。今日はいろいろ、もうジャズバーだと思うと、いい気分になっちゃってね。もうさっきもドルフィーのソロ聞いたり、えオリバー・ネルソン聞いたりして、もうすっかりいい気分になっちゃってるんで、もう帰ろうかな、的な、飲み行こうかな、的な世界なんですけどね。 今日は技術解説とかちょっとやってみようかなと思って、えー、もういるんですけど、まあ、一曲聴きましょうか、とりあえずね。えー、っと、シーズン3でやっぱり押していきたいのはジョージ・ラッセルですね。シーズン2のテーマ曲ずっとね、あの、ババーバって、懐かしいですね。パババーバーバババブでバーバ,バ,バラン、バブバトゥアゥって、ありましたね。シーズン2のテーマ曲。えー、リディオット。あれ作った人ですけど、 この人が、まあ、どんなにやばい人だったかって話は、まあ、一回では、あの、とても、お話しきれませんので、ええー、どんどんね、時間を追ってお話ししていきたいと思いますけど、まあ、あの、工場で言ってるマッドサイエンティストってのは、あの、あながち喋れじゃありませんで、あの、第三の音重力を発見したってのも本当なんですよね。スプラバーチカルトーナルグラビティってね。あの、音楽の中には、垂直の重力と、水平の重力と、それを超えた超垂直重力ってのがあるんだっていうことを、ええー、提唱した。まあ、なんていうか、 科学者的な人ですけどね。えー、作品は本当に、あの、大体そういう、えー、マットサイエンティスト系の人っていうのは、作品の方はつまんなかったりするんですけど、えー、っと、これは全然そんなことありません。あの、作品素晴らしく、特に今までのジャズ界で、あの、ジョージラッセルっていうと、なんか小難しい、えー、なんていうのかな。小難しい変わった感じの、イタンの、 えー、ビッグバンドジャズをやる人というように雑にイメージされてることが、えー、多いんですけども実はこの人あの調整重力、まあ、調整重力っていうか、えーまあ、音楽のね「ドーミさんそらジっていう,こうあの一つの同一性というか塊があってその中に重力があるんだってことをしかも。 二つあるんだ。デュアリティって言って、重力が二つに割れてるってことを発見した人なんですけども、<laughs> わけわかんないでしょえー、ですけど、まあわた、これは私の個人のあの研究なんですけど、おそらくジョージラス・ラッル気がつかない間に、あの、リズムの、リズムですね。リズムの調整重力も二つある。つ、あの、デュアリティがある。つまり、あの、ポリリズムなんだってことも、 えー、この人の、あの、有名な、あの、LCC という分厚い理論の本があるんですけど、その本にはリズムのこと一切書いてないんですけどね。でも、あの、ジョージ・ラッセルを今、今の耳で聞きな、聞き直すとですね、あの、一番重要なのはリズムじゃないかという気もしています。えー、少しずつ紹介していきたいと思いますけど、今日はそんなにリズミックに凝った曲じゃなくて、まあ、普通に、かっちょいい、クールな曲ということで、ディメンションズつドの人を聞きましょう。 もっと細かいあれがあるようですけども。まあ、いずれにせよもうね、来月になると私も AKB49 になりますからね。えー、流行語とかわかんねえぞっていうのをこう、携えて飲み屋に行ったりなんかすることによって時間を稼ごうと思いますけども。はい。えー、もう一通行きましょうか。えー、菊池さんこんばんは。いつも楽しくオンエアを聞いております。過去二度にわたり、ぜひ夜電波でサックス特集をとお願いしていたものです。今日なんかよかったでしょ。サックス特集ですよ。オリバー・ネルソン。 ええー、まあ、い、今はね、僕らかかっちゃったけど、オリバー・ネルソンのソプラノサックス、それから、えっ、ー、と、エリック・ドロフィーのアルトサックスと来ましたからね、えっ、ーえー、と、天気予報ではソニー・スティットのソロもちょっと聞けましたしね。はい。えー、番組で読まれるつもりがなくメールしておりましたが、第2シーズンの最終回でメールを読んでいただき、これはサックス特集の脈あり、と一人北、北斎園でおりました。えー、そこに前回放送でのサックスを持ってこようと思ったけど、やめました発言。 やめました。W 発言。私、この、あんまりこのネタ引っ張るものもなんですけど、W もわかんなかったんですよ、最初。これがね、笑いを意味する W だっていうことを知ったのはね、おとついとかですよね。<laughs> あのおとついです。確かね、これね。 あのー、最初は、うち、なんか5だでよくアルファベットが出ちゃうことあるじゃないですか。急いで打ってて。で、こう、傍院だけで、あ、いやいや、えっと、死因だけでイン打たない場合、なんか、あの、え、えー、菊池なりしです、F! とかなって、点 <laughs> になっちゃったり。あれだと思って、み、あの、みんなおっちょこちょいだなと思って、なんかそれにしてもダブルばっかりだとか思ってたんでね。まあ、えー、こういうネタで、えー、3分でも5分でも稼げればと思いますね、飲み屋でね。はい。えー、矢も立てもたまらず3度目のメールをお送りする次第です。えー、全、ま、く菊池さんのじらせっぷりには参ります。 苦笑。苦笑は KW にすればいいのよね。そしたらね。えー、苦笑は漢字で書くのね。えー、まあいいや。長賞はなんか CW ですね。CW ニコールとか言ってね。全然あの人は長賞的じゃないですけど、まあそれはどうでもいいんですけども。えー、やらせてくれそうで永遠にやらせてくれない歌舞伎町のキャバ嬢譲りの技でしょうか。永遠にやらせてくれないわけじゃないですよ。えー、そんなこと言ってる場合じゃないですよ。はい。えっ、ー、と、<laughs> 解決。全然ジャズ特集じゃなくなっちゃった。すいません。解決しそうでしない G7 でしょうか。 えー、私は現在山形在住なので、ネット、えー、ネットで情報を集めるしかないのですが、断片的な情報を頼りに、菊池さんは、えー、石森楽器店にリペアを頼んでいるのかな、えー、マウスピースは MPC を使っているらしいとか想像して、お前なんでわかるのこれ。おっかないな情報、えー。大当たりですよ、えー。石森管楽器にリペアを頼み、マウスピースは MPC 使ってます。えー、と、想像したりしておりますとかって怖いですね。なんかね、探偵さんですかえー、プライベートアイズですか えー、ぜひ次回のジャズバー聴くではサックス持ち込みを期待しております。そして、ペペあ、ペペトルメント・アスカラールですね。活動再開の折には、えー、これ中止してないですよ。えー、まだ活動中ですね。ただ休みがね、1年ぐらいちょっと、えー、シーズンオフになっちゃっただけで。えー、と、まだ、何ですか。せえー、情報公開はできませんが、ペペトルメント・アスカラール今年の夏からガンガン活動しますので、えー、お楽しみにしてください。 えー、俺には上京したいと思っています。夏過ぎ頃でしょうかお金なの、夏過ぎ頃でしょうかって。あった、うらえ、なんだろ、うこの人。えっ、ー、と、ラジオでも、すんたろうさんってなんだろうな。都知事の名前じゃないだろうな。石原すんたろう。<laughs> えと。なんだ、もう今、動揺してますけどね。あの、お、お見通し的なメールが来ることでね。ラジオ怖いですね。はい。えー、期待しております。それでは次回も楽しみにしております。と、まあ、この石原すんたろうさん。のうですね、石原ついてないんですけど、今勝手につけましたけども。 何でもお見通しの石原寸太郎さんのおっしゃる通りでですね、私今、スタジオの中にテナ、アイキテナーサックスが横たわっております。えー、セルマーでございますね。えー、というのは、まあ、前回、ジャズ特集をやった時に、チャーリー・パーカーの、えー、とライブ版の実況をやったのが、いささか評判が良かったので、えー、実況というより今回は、えっ、ー、と、ちょっとした技術解説、ね、 格闘技とか見ると、郷坂とかが解説してるじゃないですか。えー、スローモーションにしたり、あとペンでこうやって、ここ、こ,こ、こ,この膝が決まってるんですねって丸いてする。あれをちょっとやってみようかなと思ってね。世界の TK とか言われてね、高坂のね、解説が。えー、高坂元選手の。あ、まだ現役かいや、もう、もういたしましたね。えー、まあですので、まあ TK なら NK でですね。 えー、なるよしで、えー、技術解説でもしようかと思って持ってきてるんですけども、えー、本番前にバタバタしてですね、マイクチェックできず、スタジオでサックスを吹くとどのぐらいの大きさになるのかっていうことが、えー、ちょっと怖いので、今日はやめます。<laughs> またじらしいっていうね、試しにちっちゃいもんでやってるから。えっ、ー、と、2005年6年っていうのが、ジョン・コルト・レーンのファンの方にとって大変な偉大な年、グレート・ヴィンテージだということは、まあ、 言うまでもないですね。えー、門外漢の方には、なんで2005年って、この間のことじゃん、と思われますよね。2005年は、<coughs> コールトレーンの、えー、そしてセロニアスモンクの、えー、発掘音源がドカーンと出た年ですね。えー、さらには翌年、発掘音源に続けとばかりに、 えー、セロニアスモンク、コールトレーン。このセロニアスモンクとコールトレーンは、えー、ある一時期一緒に活動をしてました。コールトレーンは非常に、えー、ストイックで真面目という印象がありますけども、もうこの1957、6、7年にかけて、ジョン・コールトレーンは、まあ、ヘロイン、アルコール、甘いものなどに、えー、30、40の依存症になっておりまして、 えー、あのマイルス・デビス、あのマイルス・デビスというか、マイルスのいかにもやりそうなことですけど、あの感触持ちのチビがですね、えー、まあ、その、善意でですけどね、そういう悪意とは手を切れということ、意味も込めて、えー、コールトレーンのレバーに一発、えー、アマチュアボクサーと言ってもいいマイルスのパンチが一発入ってですね、後にコールトレーンは観光編で亡くなる人ですから、そういう人のレバーに一発入れる、う、こうとこってどうかと思うんですけども、まあ一発入りまして、えー、それを見かねた文句が僕のバンドに来たまえと。 え、言って、入ったと。ここら辺は中学生でも知っている、えー、ジャズ教養ですけども。で、まあ、コールドレーンは、その57年、6、7、8年の、えー、文句との共演によって、まあ、人生が変わったというぐらい、あのー、なんていうんですか、あの、天気を迎えるんですが、その時の演奏は、あの、ジャズマニアの間で、ずっと長らく、えー、えー、伝説になってました。つまり、ものすごい演奏なんだけど、とにかくものすごかったんだよ、と。 あんなもん聞いたことないし、あれの録音が出てきたらぶった曲げるよ。ただ録音がないんだけどね。っていう状態が、まあ、約50年以上ですかあちょうど50年か。えー、いや、なるない、47、8年続いたわけですね。でも、これすっかり、えっ、ー、と、ジャズ界の中には、えー、聞くこともできない伝説とか、いくつかあるんですね。まあ、音楽界全体の中でありますけども、ね。 ま、あ初期のブルースメンね、メディスンメンとかレコーディング技術がない頃のブルースメンってのはどんなすごかったのかとか、もうみんな夢見てる世界なんですけども、それの中で57年って言ったら、あのー、音源がないってこと自体が異常なんですけども、えファイブスポットっていうジャズクラブでの演奏、それからカーネギンホールで行われた演奏っていうのが、えー、長らくずっと伝説のライブでした、まあ。とにかくすごいんだと。ものすごくすごいんだと。こんなコルトレイン聞いたことねえ。 っていうぐらい、コールトレーンが舞い上がるほど範囲になって吹いてんだっていう話だけがあらゆる媒体に出て、まあ、一時期のゴダールの映画と一緒ですね。もうマニアはとにかく心の中でよだれをダラダラ垂らすしかないという状態が続いてたわけなんですね。で、まあまあよくあ,ある話で、えー、幽霊の正体を見たりカレオバナと。 う、いうようなことで、実際、そんななって伝説だって言われたものが、こう、目の当たりになってみたら、うん、まあ、こんな感じかなっていうようなことも世の中多々ありますよね、ね。ところが、なんと、えー、この、ファイブスポットでの演奏、並びに、え、カーネギンホールでの演奏、えー、カーネギンホールが57年、ファイブスポットが58年ですけども、この音盤が出てきたんですね。えー、一つは、え、現在、ナインマテープと呼ばれてて、ナインイマってのはコルドレンの奥さん。 ですね。最初の奥さんですね。ことで言えばナインマ、次がアリスです。えー、その最初の奥さんであるナインマが、えー、現場で録音していた奥さんのこ、こう、個人が録音したテープなので、まあ、おん、えっ、ー、と、録音状態があんま良くないですね。ちょっとだけ聞いてみますね。これ今もう CD で変えますから、さほど別に、今話的に凄そうに言っちゃいましたけど、 あの、c d さんで変えます。ナイマテープから起こした、えー、ファイブスポットのコールトレーモン文句の、まあ、音質がこういう感じなんですよね。なのですが、音質こそ、お,お悪しなれど。あの、演奏は、やばいんだとにかくやばいんだって、言われ続けて47、8年。我々の頭の中でこんなんじゃないかなって、頭の中でっかくなってますよね、妄想。それをはるかに上回る。聞いたら本当に凄かったっていう。 聞いたら、噂を超えてすごかったっていうことで、あの、大騒ぎになったのが2005、6年なんですね。というのはなぜかっていうと、2005年に、えっ、ー、と、これ話がね、いたずらにこう、時系列が行ったり来たりするんで、AM ラジオという媒体を考えるにつけ、えー、あんまり向きではない話なんですけども、2007年にまず、あの、このコ、コルドレーンを用意した、えー、セロニアスモンクのトリオがですね、まあ、えー、セロニアスモンク、えー、ロイ・ヘインズ、 ええと、後にアーメドアブダル・マリックになりますけども、2007年の段階ではベースは、えー、っと、ウィルバーウェアがやってるという,うトリオですね。で、このトリオに、えぇ、ー、コールダリンが入って、ほんでこう、えー、演奏して、で、ものすごく良かった。ので、そのままその年の、うんあ、夏からファイブスポットと契約して、えー、年末まで。で、その年末っていうか秋にですね、あのー、カーネギーホールで、 ファイブスポットはちっちゃいサイズぐらいですよ。あの、ピットインみたいなもんなんですけども。えー、そこで、えー、6ヶ月ずっと集中的に出て、ものすごい演奏を繰り広げる。まあ、これをね、どこも録音しなかったってのもどうかと思うんですけど、ちょっとまあコルトレーンがこの時、えー、さっきも言ったように、30依存で、まあなお、ちょっと評判が落ちてたっていうのもあるはあるんですけど、とはいえですよね。えー、録音がなかったです。で、あの、奥さんが勝手に撮ってたのが出てきた。で、その前に、 2005年にですね、えー、2005年に、2007年の暮れに、同じバンドで演奏した、カーネギーホール。こっちは大舞台ですよ。カーネギーホールですから。こっちで演奏した、しかも、ものすごいクリアな、えー、音場でですね、まるで、もう今の、なんて言うの、デジタルリマスターに、なんて言ったらいいんですかね。あの、最近のある、えー、ここ数年間の、 アルバムだったんや。えっ、ー、と、だから、えー、まあ、いい音質の、あの、カーネギーホールのものが、あの、なんと、カーネギーホールじゃねえや、図書館掃除してたら、突然出てきたの、バーンとこのテープが。ないって言われてたんです、このテープで。ないって言われてたのに、いきなり、あれなんだろう、このテープって蓋開けたら、その57年の文句とコールトレーの演奏だったってことまで、うわーって大騒ぎになってですね、えー、あっという間にバンになりまして、 私これが出てきた時、もう天地がひっくり返るんじゃないかと思って、あらゆる人に大騒ぎしたんですけど、なんかシーンとしてですね、日本では。あ、あんまりいい、え、あんまりいいのって思ったんですよね。あのー、だ、あ、そうっていう感じで2005年からですからすでに7年経ちましたけど、あのー、もう昔の名盤聞くので手いっぱいだよって感じだったんですかね。あの、さほどの騒ぎにならなかったんですよ。でもな、内容はもうとてつもないです、これ。 それで、さらに、さっき言った、えっと、ナイマテープですけども、ナイマテープっていうのは、このライブが評判よ、えっと、7年のブスポットと、7年末の、えっと、カーネギーホールが評判良かったっていうんで、8年にもう一回やろうよってって、理由によってやるんですよ。その時のテープが出てきたんですね。これも奇跡のテープって言われてて、まあ、あの、コルトレンはナイマさんとは離婚しちゃってますし、ええー、まあ、ナイマさんとアリスさんっていうのはね、最初の奥さん、次の奥さんとかいろいろ関係も、初関係があ,ありまして、ところがまあ、 いずれにせよ、えー、コルドレンは、ナイマがレコーディングしててね、それをよく聞いてんだよ。その演奏を聞くと、もう今でも自分じゃないと思うくらいぶっ飛んでんだよね、っていうインタビューを頼りに、実際ナイマさんのところに行ったらあったっていう。なので、えー、遅まきながら、このカーネインホールに続いて、ファイブスポットの2008年、翌年の演奏もこう、CD になったという点末なんですけども、まあ、この点末だけでも長いんですけども、えー、技術解説、あ、時間的に大丈夫かなちょっと、 心見るだけ心見るんですね。前にちょっと言った、コルトレインはポリリズムなんだっていう、まあジャズ自体がヒップホップでポリリズムでフローしてるんだっていう話は、まあシーズン2でもさせていただきましたけども、コルトレーンが、えー、いかに、あの、もう本当に図式的にね、アフロポリであるかっていうことを、えー、カーネギンホールの演奏でちょっと聞いてみましょう。えー、セナニアスモンク、ジョン・コルトレーン、アーメド・ハム・ド・マリック、シャドウ・ウィルソンの、 カルテトによります演奏で、えー、えー、B フラットのブルースですね。ブルーモンク。これもコールトレインがとんでもない10コーラス吹いてますので、それをまず聴いてみましょう。